勇伝武勇伝武勇伝伝伝伝伝一つだけ教えておこう。君はこれからも何度もつまずく。でもそれが結構笑えるんだよ。チョキ出して。出せるかそんなもん。さすがプロだ。違うな。そういった彼はガクトのいない B の部屋へ入っていきました。のび太のパパ、画家になるのが夢だったが今は普通のサラリーマン。のび太に叱るときは厳しい父親になる。でかい枝豆を履いてる。自動車の教習所へ行ってきたんだ。先生があんたみたいな下手くさ運転しない方がいいと言うんだ。だからうちの移動手段は救急車と決めた。出来すぎさんいつも100点ね。君も95点。いいじゃない。俺あんなの見るとムカムカするんだ。自分らが良かったからってウキウキしちゃって。俺なんか15点だぞ。のび太はどうだった？虚勢だった。フナッシーが最後に見た光景、3年ぶりにモンスターボール開けてみた。独自赤い服の不審男、不法侵入の瞬間。今日はその方をお招きしております。何今のデコピン、やり方教えて。子供の身長を記録する青森県の風習。ひでえな母さん。俺の名前はたわしじゃなくてたけしだよ。と言いつつも自分の名前がボブだったことに気づき爆笑するマイケル。大丈夫か神田。この俺が負けるとはね。ははは。神田。小島だよ。神田。保留のメロディーが子守唄だった。オランダ代表 VS ライモン中。キャー、この人近いよ。正解者に拍手。かっこいいみかんの皮の剥き方、福山雅治になります。剥きます。下の階の田中ですが、いた。ベランダでやられると春日ね。ビタ、ちょ一旦やめろって。君は青森に転勤してもらう。待ってくださいよ。営業成績も伸びてきて昇進も狙えるってそう言ったじゃないですか。なぜ私が地方に転勤なのです。あの子が待ってんだろ。さあ行けよ。あんたが先に転勤させた田中のことなんか知らねえよ。次の休日に USJ に行くと言っていた田中が最後に見た光景。田中しっかりしろ。こんなところに高校生なんているわけないだろ。寝るな田中。長さんの田中くんが描いてきたパパとママの絵が才能を感じるが不安も残る。これは俺のだ。いや俺のだ。田中に戻りてんだよ。俺だって山田に戻りてんだよ。どけ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 、ジャバダジャバダ、どけどけ。バタコをやめなさい。一回だけ人の道を外れたことがござるよ。回しが抜けたので慌てて力士フラッシュでごまかす。ダメだ、どこを刺しても勝ってしまう。かすり傷を消毒した結果、間違え電話だっつってんだろうが。何度もかけてすいませんね。子供の名前名字はすでに決めてます。言われてみれば見たことのないもの。一個の背負い投げ、飲み会からお持ち帰りする際の決め台詞を教えてください。おばちゃん、タッパーある。アンパンマンにいそうだけど本当はいないキャラ、ハンバーグ師匠。最低、顔も見たくない。待てよ、誤解だって。もう知らない。あ、庭から石油出た。大好き。田中、ここは俺がジャンガジャンガしておくから構わず先に行け。やばねえ。教科書に大事じゃない部分はない。という田中の教科書を借りたら全ての行にマーカー引いてた。歌手、足し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 。押すごとに2万円もらえるけど田中の家に穴が開くボタン。歴史の語呂を覚えましょう。710年、納豆が嫌いな田中と夢を追いかけ東京へ。ビッグになるまで帰らないぜ。ヘイ調教。気がつきましたか。みんなで田中の悪口を言ってたら30分前から後ろにいた。上を向いてた田中が、あーやっと鼻で止まったと顔を戻した。なんなんその服、ダサ。今すぐ返してき。レシート持ってんの。見てみ、田中さん笑いすぎて気絶してはるで。そう、田中が今すごくいいこと言ったよ。もう一回言って。先生、田中くんの気分が悪いみたいなんで保健室に持っていきます。バツン。私の名前は田中太郎です。志望動機は。10人分のドリンクバーを頼まれた田中がもう一度聞きに戻ってきた。いただきますしないと食べられない田中は早弁に向いてない。その話詳しく聞かせてくれないか。俳句の授業中、お母さん今日も一人でアンアンアンという俳句を読んだ田中に俳句で食いつく松尾先生。2年間ユニフォームを洗ってこない田中が臭すぎてやばい。店長、パートの田中さんインフルエンザで無理らしいです。僕2時間延長しますよ。レッドブル飲んだんで。のび太くん、5文字変えたらドラえもん。隣の人の答案をカンニングしたけど答えが違うので他の人のを見る。失礼ですが、のびくんのお母さんの学歴はどの学校の中卒ですか。すごい鳴き声、またジャイアンに泣かされたの。そんなことより見てみて、脇毛生えてきたよ。まさかその程度の怪我で学校休むとか言わないでね。ここは父さんの部屋だったのか。まだ傷も落書きもないね。でも誰もいないよ。親がいなくてどうして僕が生まれたんだ。やっぱり拾われたのかね。わあ、うそうそ、拾わねえよこんなの。目が前向きについてるのはなぜだと思う。前へ前へ進むためだ。まあ横についてますけど前に進みますよね。遊園地のコーヒーカップの遠心力が凄まじすぎて乗ってた田中と山田が行き化した。暖炉はおならでダンロップと一発ギャグを披露した田中がダンロップとは思えない滑りを見せながらガス爆発した。嫌われ者の田中が転校することになったのでクラス全員で寄せ書きを渡した。田中金と言われて不登校になっている田中を学校に行くように説得へ向かおうとする教師たち。いいか、歯医者は怖いけどな。大きくな
なったら一人で来なくちゃいけないんだぞ。田中さんどうぞ。じゃあ行ってくる。俺かい？鬼が適当にあ見つけたというだけ自主的に出てきてくれるアホな田中。診察結果が出ましたよ田中さん。田中さん病気で検索したところもしかしてガンと出ました。さすがグーグル先生。力が欲しいか。男は背中で語るもんだ。足立子育てパスポート全員大人じゃねえか。最近この辺で下半身丸出しの変質者が現れるらしいよ。鉛筆を5本ずつ配ると3本余り、9本ずつ配ると13本不足します。配るの下手か。なんでみんな気づかないんだよ。何十年繰り返せばこの時の螺旋から抜け出すことができるんだ。静香ちゃんは思いました。2人とも可愛い格好しちゃってくっちゃくっちゃくっちゃ。さあ自然界にお帰りって放ったピラニアがアユやヤマメや北島康介を食らい尽くしていく。何バルタンって呼び捨てにされるとバルタンって呼ばれてるみたいで嬉しいって。可愛いなお前。焦って後頭部を強打したたかし、ズボった田中。全部読んでないけど多分田中が悪い。あと一人で学級閉鎖という時に体調不良を訴えた田中に敬意を表する。田中さんとこの奥さん質素な格好してるけどね、相当溜め込んでるらしいわよ。まあ頬袋にまあ開会式、玉入れ競争、綱引き、大玉転がし、 50m 走、障害物競争、 50m 走最下位田中くんのゴール、閉会式。何を待っている、何を信じてる。いつも定時に帰る田中は2月14日だけ一向に帰る気配がない。漆黒の翼を従えし暗黒からの使い魔、バルムンクフェザリオンです。どうも田中です。おお、入れる前に出すとは情けない。よくもやってくれましたね皆さん、とバイキンマンの口調が変わった。火事だ、子供がまだ中に。言ってお前一人で出てきたん。おっぱいビーム。旧約聖書にあるソドムとゴモラを滅ぼした天の父だよ。ラーマヤーナではパイオツの矢とも伝えられているがね。ピザの量が少ないわよ。あいにくですがピザじゃなくてピッツァです。いけピカチュウ、10万ボルトだ。セーブした？してないです。味付け海苔ってすげえよな。味付け海苔でワンランク上の自分に。味付け海苔最高さ。味付け海苔のおかげでモテモテです。お母さん僕将来 YouTuber になりたい。将来ってあんたもう42よ。ロマンチストで有名な田中の月が綺麗だなからの、でも僕らが今立ってる地球という星が一番美しい、絵の流れがうざい。そう来たか。新聞配達の田中が合コンで仕事を聞かれ、マスコミ関係です、忘年会でハト出す手品するわと言っていた田中さんが当日一切喋らない。どうして。クラス1ネガティブだ田中のドレミの歌がドからやっぱりネガティブ。チャイムと同時に食堂へ走る田中。人という字は支え合わなくてもできるからと言い張る田中の姿が見てて辛い。仮にも試合中だぞ、そんなものをグラウンド内で口にしていいと思っているのかね。一体何を考えて野球をやっているんだ。監督すみません、でも田中のバットがあまりにも太くて大きくて、つい早く借りたいので、最後に質問あるやついるかに手を挙げようとしていたボムには死んでもらう。2人殺した人を、2人殺した僕が。あ、でも死者購入したら0人か。おめでとうございます教授、あなたが人生を捧げて書いた論文がライゾノベル新人大賞を受賞しましたよ。あなた分かっとる、 2.8km 先に狙撃兵が2人じゃろ。ええ、もうタラちゃんが向かいましたわ。タラちゃんとは敵も不運じゃの、骨も残らんて。まだまだ荒削りだが潜在能力はカツオを超えとる。これでサザエがいてくれたらね。母さん、裏切り者の話はやめんか。それより母さん、ティッシュを持ってきてくれんか。田中の絵日記に毎日出てくるこいつはなんだ。貴様、使命を忘れたのか。え、あ、今は田中玉です。何が使命ですよね。ふん、田中って結構男らしい匂いするじゃん。田中から借りた DVD ポニーテールと多国籍乱行騎乗位、美脚と美尻の誘惑が何一つ間違ってない。コンパスを忘れた田中がとんでもない手段に出た。テロリストは3人組、銃で武装しているが、数学の教師歴40年の田中先生より分かりやすい授業をしてくれた。後悔してるよしこ、無職の秀樹、全部捨てて楽しくてしょうがない田中。あー、みんな俺のせいかよ。じゃあどうすりゃよかったんだよ。あと一人学級閉鎖というところに投稿してきた田中。パタタタタタタタパタタタタタタタ。みんな来たか翼。みんな、でもどうしてお前が僕が見えるの。出没してんのは人間の方だろうが。おい、ヤムチャがいるぞ。え、やれ。わかった、とどめでコンチクショー。ゴー。なぜマイナスかけるマイナスはプラスになるんですか。後ろ向いて後ろに歩いてみろ。なんと 95% の人がさすがにあやたかではないと答えた。なんということでしょう。リフォーム中に亡くなったおばあちゃんの足が匠によっておしゃれなタブレットスタンドに生まれ変わったのです。少子化対策のため一夫多妻制が導入されたらあなたはどうする。アマル、ミボブ、イワコフ、ヒカザリョフ。今頃唇がコンプレックスと言い出した。うむ、この味なら毒が入ってるとは気づかないだろう。吉田沙織、霊長類最強女子の考え方、迷ったら暴力。龍崎、おい龍崎。大変だ。ライト君、早く人工呼吸を。ライト君急げ。いただきまーす。お父さんスイッチ、や。やだ。夜も静かかどうかはあなた次第よ。しかし回り込まれてしまった。グッグッグ、トントントン、グッグ。こりゃあすごい。腰があって美味しそう。立派なうどんだ。
もうすぐパンが焼き上がるよ。バスケに新しくできた本当にいらないルール、諦めなければ試合終了にならない。腹減ってるから寿司20皿余裕と豪語していた田中が9皿終えた時点でピタリと動きが止まった。田中の輪ゴム遊びが今日も世界を魅了する。僕の下で働いてみる気はないか。バイト先が決まった田中が完全に調子に乗ってる。予約10時でお待ちの田中様。田中さん、さっきからずっと1行目を繰り返してます。分かっとるわ。真面目か、笑えや。そうなん、9日目、みんなで最後にカミングアウト大会。一人目の田中の弓の笛でチンコこすったにドン引きしたところで吹雪が晴れた。なぜならランクが違う。君と僕らは違う人種。最近真剣ゼミを始めた田中がおかしい。おい、ちょっと待て。一人ぶつかっといて挨拶はなしは何なので、初めましてこんにちは、私田中と申しますが。